皆さんお元気でしょうか。ホライズンコミュニティチャペルの塩島です。今日は2018年の2月17日、今日のタイトルは低くし高く上げられる全宇宙の裁判官。聖書の箇所は詩編の75編から5編の1節から10節になります。今日もこの主の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。詩編75編1節から10節。私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの苦しい技を語り継げます。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。地とこれに住むすべてのものが揺らぐとき、私は地の柱を固く立てる。セラ。私は誇る者には誇るなと言い、悪者には角をあげるな。お前たちの角を高くあげるな。横柄な態度で語るなと言う。高くあげることは東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるからだ。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのかすまで飲んで飲み干してしまう。しかし私は、とこしえまでも告げよう。ヤコブの神を褒め歌おう。悪者どもの角をことごとく切り捨てよう。しかし、正しい者の角は高く上げられる。私たちは、詩編の73編から、イスラエルの王ダビデの下で、賛美歌聖歌隊のリーダーをしていたアサフが書いた詩編というよりも賛美について学んでいます。まずダビデがこのアサフを賛美隊のリーダーとした記事についてお読みしたいと思います。歴代史の第一16章2節から7節、少し長いですけれどもお読みしたいと思います。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目足の菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前に仕えさせ、イスラエルの神主を覚えて感謝し褒めたたえるようにした。頭はアサフ、彼に次ぐ者はゼカリア、エイエル、シュミラモテ、エヒエル、マティテア、エリアブ、ベナヤ、オベデエドム、エイエル。彼らは従弦のことや盾ことなどの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえたと書いてあります。このようにダビデは主の名によってイスラエルの民を祝福したときに、このアサフを聖歌隊のリーダーとし、また彼とその兄弟を用いてこの祝福してくださる主を賛美させたのです。私たちが主を賛美するのは、賛美したら祝福されるからではない、ありません。ダビデがこの主の祝福を示しているものを一人一人皆に分け与えたように、神の民としてくださった私たち一人一人を祝福してくださる方として賛美するということが本当の賛美なのです。ではこのダビデが主を褒めたたえるために用いたアサフが書いた詩編から、アサフが主をどのような方として賛美したのか学んでまいりましょう。まず詩編の75編の1編をお読みいたします。私たちはあなたに感謝します。神を私たちは感謝します。皆は近くにある、人々はあなたの苦しい技を
語り継げます。まずアサフは二度も繰り返して主に感謝の賛美を捧げるように主を信じる者たちを導きました。私たちはこの2018年の元旦に多くの人が初詣に行っていることをテレビなどで見たと思いますが、その中の何人の人が彼らが拝んだ時に感謝、その神に感謝したでしょうか。むしろ多くの人がしたことは自分のお願い事だったと思います。私たちがこの主を信じるという内容、中身はまさにアサフが賛美したようにこの主に感謝することです。また不信仰とはこの主に感謝しないことから出てきます。ダビデがアサフたちを主を賛美するために用いたのは、彼らが主を賛美するとはこの主に対する感謝を表すことだということを知っていたからです。ではアサフがこのように人々が主に感謝する賛美を捧げるように導いた理由は何でしょうか。詩編の75編2節3節、私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。地とこれに住むすべてのものが揺らぐ時、私は地の頭を固く立てる。それはこの主が時を支配されているだけではなく、この地上とそこに住んでいるすべてのものを支配されている方であるからです。それゆえ私たちはその主に感謝を捧げ、またその方の裁きを待ち望むために一体どうしたらよいのでしょう。それが詩編の75編の4節から7節に書かれています。私は誇る者には誇るなと言い、悪者には角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るなという。高く上げられることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるからだと言いました。それは時とこの地とすべてのものを支配されている大いなる方の前で自分を誇るものではなく主を誇るものとしてこの力強い主の御手を覚えてへりくだることです。そうすれば主は私たちをどのようにすることができるんでしょうか。ペテロの手紙の第一五章の六節から七節、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神の前にへりくだるというのはこの神の力強い御手を認めた応答ですね。ですから私たちがこの方の力強い御手の下にへりくだるときに、神は私たちをちょうど良い時に高く上げてくださるのです。今日も私たち一人一人を誰よりも心配してくださって、またちょうど良い時、神の時に高く上げてくださるこの主を見上げてまいりましょう。私たちはアサフが主に感謝の賛美を捧げるように人々を導いたことをこの詩編の75編から学んでいます。詩編の75編の8節から10節、主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つブドウ酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのカスまで飲んで飲み干してしまう。しかし私は常しえまで告げよう、ヤコブの神を褒め歌おう。悪者どもの角をことごとく切り捨てよう。しかし正しい者の角は高く上げられると書いています。
イスラエルの王ダビデが賛美隊のリーダーとして選んだアサフは、主の御手にはご自身の裁きをもたらす杯があると語りました。その主の裁きをもたらす杯の中にあるブドウ酒が注がれると、悪者が自分自身を誇るための力を示している角が切り捨てられてしまうのです。しかし主を信じる者にとっては、主がご自身を誇るために与えた角を高く上げてくださるのです。今日もこの力強い主を誇るための生涯に私たち一人一人を導いてくださっている主に期待して歩んでまいりましょう。主の祝福をお祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちが日々この御言葉を通してあなたの力強い御手の下にへり下るときに、あなたは私たちに大いなる祝福をもって私たちの生涯を導いてくださる方です。今日もお一人お一人の上にこの主の御手による祝福をお与えくださるようにお願いいたします。キリストイエスの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。